作業療法士の美野です。今日は脳トレをご紹介していきたいと思います。今日ご紹介する脳トレは、最近深く考えなくなったなとか、あまり頭を使わなくなってしまったと、そういう方に向けてですね、思考能力を高める脳トレというのをお伝えします。この思考能力というのは、いわゆる考える力ですね。この考える力というのは前頭葉を使います。で、前頭葉はですね、思考能力以外にも、理解判断力、そして意欲、よしやるぞとかね、こう気持ちを高めるような意欲、他にも言語能力、あとは行動ですね、まあ、体を動かしたり、そういったですね、たくさんの能力が、この前頭葉を使っております。この前頭葉が衰えてしまうとですね、例えば物事を考えるのがめんどくさくなっちゃったり、何をするにもですね、やりたくないと意欲が湧かなくなってしまったり、あとは言葉が出なくなる、行動も体もですね、動きが悪くなる。こういったですね、症状がどんどん現れ、認知症の発症につながってしまいます。なので今日はですね、この思考能力をしっかり働かせて、前頭葉を高めて、認知症予防につなげる脳トレというのをご紹介していきますね。でですね、今日は紙とペンを使いますので、まず準備をしていただきたいと思います。そして準備ができましたら、その紙にですね、丸1から丸10までですね、ちょっと書いていただいてよろしいですかね。でこの丸1から丸10まで書けましたら、まず今日は何するのかをご説明します。今日お伝えする脳トレというのは、10問しりとりという脳トレです。これはですね、まず丸1からですね、始めて、そしてしりとりをこうつなげて、丸10番でぴったり言葉がつながるようにしていく、この10問しりとりというのを行っていきます。それでは今日のテーマですね。今日のテーマは、1にですね、広場と書いてください。漢字でもひらがなでもいいですよ。広場と書いていただいて、そして10番目にはですね、行動もと書いてください。今からですね、1番の広場から始まって、どんどん、しりとりで言葉をつなげて、最後10問目の行動もでぴったり終われるように、しりとりをつなげる。これが10問しりとりになります。ここでまずルールがあります。言葉をですね、選ぶ際に名詞を使ってください。なので、例えば、動くとか、食べるというような動詞とか、あとは、大きい、小さい、早いとか、そういうですね、形容詞というのは使わないように、名詞だけで使っていただきたいと思います。で、もしですね、こう、しりとりをどんどんつなげて、例えば、丸9番まで行ったんだけど、どうしてもですね、最後、丸10番につながらない場合は、ちょっとこう修正して、例えば7番ぐらいからやり直して、また言葉を探していくっていうのも OK なので、必ずですね、一回書いた言葉でやらないといけないわけではなく、一回戻って修正も OK なので、そこもですね、どんな言葉が合うか考えながら思考能力を使って、しりとりを完成させてみましょう。さあ、それでは準備はよろしいでしょうか。では、早速10問しりとり始めていきますよ。では、いきます。用意、スタート。さあ、では広場から始まって、どんどん言葉をですね、つなげていきましょう。僕もやってみますので、一緒に取り組んでいきましょうね。言葉はね、どんな言葉を選んでいただいても OK です。まあ、これは名詞かな、それとも動詞かなと、わかんない場合もですね、そんなに厳しい、ルールのもとやってる脳トレじゃないので、わかんなくなったらもう、それは使っちゃっていただいて OK ですからね。自由に行っていきましょうね。さあ、これで1分経ちましたので、残り半分ですね。最後の最後まで諦めず考え続けましょう。この考え続けるというこの過程が大事になりますから、諦めちゃいけませんからね。頑張りましょうね。もしね、9問目ぐらいでなかなか言葉がつながらない場合は、ちょっとこう8問目、7問目に戻って修正してですね、言葉、やり直していただいて OK なので、一つの言葉で固執せず、もっと柔軟にね、やっていきましょうね。
さあ、残り10秒です。最後の最後まで頑張りましょう。はい、では2分経ちましたので、一度ペンを置きましょう。はい、皆さんどうでしょう？完成できましたでしょうか？もしもうちょっと時間が欲しいという方は動画止めてですね、最後まで続けていただいて大丈夫です。で、この後はですね、まあ、答え合わせというわけではありませんが、まあ、僕がどんな言葉をですね、つなげたか、まあ、例文という形でですね、お伝えしていきたいと思います。そしてもしよろしければ皆さんの方もですね、どんな言葉でつながったかですね、コメント欄の方にですね、書いていただければ僕もみんなと一緒に脳トレ取り組めたんだなと確認ができて嬉しく思いますので、もしよろしければコメントの方もよろしくお願いいたします。まあ、楽しかったとかそういう感想だけでも全然 OK です。はい、ではですね、僕がどんな言葉をつなげたかですね、お話ししていきますね。まず、丸一の広場から始まって、バッタ、タンス、寿司、白、そして、肋骨ですね、月、機関車、車庫、で、子供とつながりました。はい、このようにですね、僕は、しっかりとぴったり繋がりましたが、皆さんどうだったでしょうか？結構難しく感じた方もいれば、時間内にね、終わっちゃった方もいると思います。しかしですね、これはですね、どんな言葉が当てはまるかなと考えるこの思考力を働いている過程が大事になりますので、まあ、できるできないはそんなに気にしなくて大丈夫ですからね。そしてですね、この思考力、いわゆる前頭葉を使うということはですね、前頭葉を活性化させて認知症の予防にもつながってきます。認知症というのはですね、やっぱり物忘れというね、イメージがあると思うんですが、実は認知症の始まりはですね、集中力がなくなっちゃうとか、あとは何でも面倒くさくなってしまうとか、意欲がなくなっちゃうとか、そういったですね、些細なところから実は始まっていると言われております。なので今までお掃除、隅々までしっかりやってた方が、面倒くさくなってですね、どんどんホコリまみれとか、床がベタベタするようになっちゃうとかですね、お洋服もしっかり畳んでたのが面倒くさくなって、もうその辺から取ってお洋服を着ちゃうとかですね、面倒くささ、いわゆる意欲がなくなっちゃう。これ最初に申し上げたように前頭葉って意欲とか、そういった判断力とか、そういったのをですね、担当しておりますので、そこが衰えてしまうと、何でも面倒くさくなっちゃうんですね。そしてどんどん脳が使われなくなって認知症がどんどん進んでいくというメカニズム、まあこういう発症パターンもありますので、前頭葉をしっかり働かせるということは認知症を予防することにもしっかりつながってきますので、しっかり脳の方もですね、いつまでも元気でいられるように脳トレ一緒に励んでいきましょう。また次回も違うテーマで脳トレをですね、この10問しりとりをお伝えしていきますので、これ2分間だけでもいいですから、しっかりと前頭葉を働かせる時間を日常の中で作って、しっかり脳トレ予防を僕と一緒に取り組んでいきましょう。ということで今日はこれで終わりたいと思います。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護坊チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。動画の最後にもですね、おすすめの動画などを紹介しておりますので、そちらもご利用いただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたらグッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。